何次元もの世界を表現できることです。興味のあるモチーフは人間や動物、自然現象、生命を感じるものです。すべて手作業で陰影を考えながら形を決め、細心の注意を払いながら髪を切ります。クラウドレパードは2012年のクラフトカウンシルのイベントの間、ロンドンのサーチギャラリーで初めて公開されました。私の新しいペーパーカット彫刻のアプローチです。作品の完成までに5ヶ月ほどかかりました。作品をどうやって運搬しようなんてことは考えず、本能のままチャレンジとプレッシャーを楽しんで作品作りをしました。アーティストとして、この作品はヨーロッパツアーにより本当にたくさんの人に見てもらうことができ、多くの反響がありました。1枚の紙であったものに人格やキャラクターが宿って、そして皆さんが愛情を持って見てくださることにいつも魅了されています。魔法ですね。私はプロのペーパーカットアーティストとしてロンドンに住み働いています。日本には何千年もの間アートフォームとして鑑賞されている日本の現代ペーパーカットアートがあります。私はその環境を西洋に広める取り組みをしています。私にとって彫刻はその場に止まっているものでもただの一瞬でもありません。私の作品は常に変化して広がっていく世界などを重視しています。作品を吊るすことで時間とともに形態が変化していく点も私のペーパーカット彫刻の魅力の一つです。ユニークです。